トリビアムは、アメリカ合衆国出身のヘビメタルバンド。山口県岩国市生まれの日系アメリカ人、マシュー・キーチ・ヒーフィー率いるスラッシーメタル系のグループ。バンド名は、トリビアの単数型で、文法学、修士学、論理学の三学科の教育論を意味しており、様々な音楽分野を独自にまとめ上げようとする意図に、由来している。創設者。 マッシュー・キーチ・ヒーフィー2014年創設者、トラビス・スミス2009年結成のきっかけは1999年に、初代ドラマーのトラビス・スミスが、コンテストに出演すべく、マッシューらに声をかけたことから。ここでのパフォーマンスで自信をつけた彼らは、メンバーチェンジをしながらも活動を続行する。2003年に発表したデモ EP が、ライフフォースレコードの耳に止まって、 レコード契約、エンバー,ーツ・インフェルノを発表する。これを契機に大規模なツアーを行うも、ベースのブレント・ヤングが脱退。2004年4月にロードランナーレコードと契約し、翌2005年にアセンダンシーを発表。これは、世界中でリリースされ、数々の賞を受けたほか、ビルボードのトップヒート・シーカーズで4位になるなど、大きな成果を上げた。このアルバムから、ベーシストとして、 パオロ・グレゴリートが加入。来日公演を含む各国のツアーやフェスティバルを行った後、2006年4月よりザ・クルセードを録音開始、10月に発売された。今作ではギターをレギュラーチューニングにし、ボーカルスタイルからスクリームを除くことで、クラシックメタルに近づいた。その結果、イギリスでは発売初日に6万枚を売って、シルバーディスクに、 アルバムチャートでは7位に初登場。アメリカでは発売週に25位。日本では45位に入るなど、前作に比べて飛躍した。2007年1月に単独公演のため来日。オーストリアリンツ公演2007年10月、ラウドパークに出演。続けて、ヘブンヘルのジャパンツアーにサポートとして帯同。2008年9月、将軍を発売。 先んじて8月にサマーソニックのため来日、世界に先駆けて新曲をライブで披露した。2009年5月に単独公演のため再来日。2010年2月、バンド創設者であるドラマーのトラビス・スミスが脱退。代わって、パウロの幼馴染みであり、過去にトリビアムのドラムテックを務めたこともある、ニック・オーガストの加入が公式にアナウンスされた。2011年8月、 5作目のアルバム、InWaves を発売。PV に演奏シーンはなく、ライブ DVD に観客の姿はなく、ドキュメンタリー映像に色はないというコンセプトのもと、映像、衣装などビジュアルのイメージを一貫してコントロールする、初の試みがなされた。アルバム発売前の6月上旬、プロモーションのため、マットとコリーンが来日。また、バンドとしては、同年10月、 ラウドパーク2011にて再来日。この時単独公演は行わず、翌年末の単独来日公演も実現しなかったため、これが唯一のインウェイブズでの来日公演となった。2013年10月9日、6作目のアルバムベンジャンスフォールズを日本先行発売。同月20日、ラウドパーク2013にて来日公演。2014年5月7日、 ツアー半ばでドラマーのニック・オーガストの脱退が発表された。以降の日程はドラムテックのマット・マディーロがサポートメンバーとしてステージに上がった。同年11月16日、ノットフスト・ジャパン2014出演にて来日。ベンジャンス・フォールズでも単独来日公演は実現しなかった。2015年7月30日、7枚目のアルバム、サイレンス・イン・ザ・スノーが 同年10月2日発売となること及び先行してタイトルトラックの PV が公開された。同年12月5日、ノットフェスメキシコでポール・ワントキーがドラムスをプレイ。その3日後に彼が正式にドラマーとして加入したことが公式発表された。2016年4月4日から7日、7年ぶりの単独ツアーで来日。2017年8枚目のアルバム、 ザシンザセンテンスを発表。2020年9枚目のアルバムホワットザ・デッドメンセイを発表。2020年6月。ありがとうございます。